皆さんこんにちは、ベベインポートのナナとメグです。はい、ということで今回はね、バレンタインがもうすぐということで、私たちのお気に入りのお菓子、チョコ系のお菓子トップ5をそれぞれ用意してきたので、皆さんにご紹介しながら、トモチョコだかだったらお菓子を買ってシェアすることとかの方が多いかなって思うので、今回はチョコ系のチョコレートっぽい感じで撮影をしていこうと思います。ちょっと可愛い動画にしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。動画が変な前に、もしよかったらベベのインスタグラムと LINE 公式アカウントを登録してみてください。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。それでは早速動画に入っていきましょう。レッツゴー。はい、ということで早速お気に入りのチョコ系お菓子たちを紹介していきたいなと思うんですけど、5位から1位まであるので早速紹介していきたいと思います。まず第5位、私の第5位はこちらです。ハンターハンターシールウェハースということで、このお菓子を5位に選びました。5位の理由は、ウェハース自体は私食べれないというか、あんま好きじゃないんですよ。なんかこう手軽にこれ買ったらウェハースだけにしてみんなにこうあげてるんですけど、まあ、なんかこのね、100円ぐらいで買えるこのお手頃なこのなんか楽しみと、これは今回ハンターハンターがあった中で一番好きな作品だったので選んできたんですけど、定期的にウェハースって出るじゃないですか、どの作品にしろ。やっぱいつも年中何かしらを買ってるので5位に選びました。ビックリマンチョコの方がね、あのウェハースが美味しい、なんかこうナッツ系が入ってるんで好きなんですけど、これが私の5位、ウェハースとシールでした。これちょっと後から開けたいと思います。ということで私の第5位でした。じゃあメグさんの第5位どうぞ。じゃん、チロルチョココーヒームガー。チロルチョコは全部好きなんですけど、私このコーヒーのキャラメルが入ったこれがチョコ食べてるわ、甘いみたいな。コーヒー味がなんかこれがすごく好きで、レジ横とかチョコとか置いてあるとハッてちょっと買ってしまって、めっちゃ濃い、めっちゃ濃い。はい、ということでこれが私たちの第5位でした。ということで次第4位はジレレン。こちらのリンツミンドールミルクパック5ピースっていう、こちらのリンツのチョコレートになります。私リンツのやつ好きで、結構あのコストコとかで大きめのやつが売ってたりするのでたまに買ったりするんですけど、これはね、なんかこう頻繁に買うっていうわけじゃないんだけど、だけどちょっとこう中が空洞になってる感じとかがめちゃくちゃ大好きで、甘さが結構ちゃんと甘いみたいな感じなので、これは好きですね。ちょっとやっぱおしゃれだし、ある程度大きさもあるのでちゃんとチョコ味を感じれる一品になっております。美しいスイス、優れた技術の結晶、スイスのチョコらしいです。輸入お菓子コーナーみたいなスーパーでそういう欄にあるので、よかったら食べたことない方はぜひ食べてみてください。ということでこちらが私の4位でした。メグさんの第4位はどちら。アイドルです。これ美味しいですよ。これ動画のためにここで紹介して、そのとこ食べてっていうのをしようねって言ってたんですけど、一昨日ぐらいに2人とも買い揃えて我慢できんかったって。できた。はい、できた。食べたい。これはね、美味しかった。普通のも好きなんですけど、このナッツが美味しい。なんか普通のより食べやすい気もします。結構なんかね、それがこうナッツになることによって食べやかさを増すよねっていう。はい、ということで、オープン済みの4位でした。はい、そしたら、ここから第3位からもう1位までは、本当にもう私たちが結構常日頃買いがちの、結構ガチの、まあガチっていうかどれもガチなんですけど、本気のご紹介をしていきたいと思います。ということで、第3位は、私の第3位は、こちらポッキー、極細。ちょっとね、なんでこんなポッキーあるんだろうって思われるか、でもやっぱりポッキーを除いてはチョコのお菓子を語れないというふうに私たちは思っておりまして、はい、でその中でもメグさんのコラボもやったんですよ。このイチゴがこの形であった時はイチゴが一番好きだったんですけど、ポッキーの個包装はちょっとこう物足りなさを感じる。どうしてもこの2個に分かれてその1個を食べてやっとこう満足をするんですよね。あ、ポッキーを食べたなっていう、それに対してちょっとこう少ない量がっていう、だからやっぱ一袋までよ、何袋も食べちゃいかん。
っていうところで普通のねポッキーを選んだんですけど、でも普通のノーマルのポッキーよりもこの極細の方が断然私は美味しいと、なんかこうお得感も感じません？お友達、彼氏、ご家族とシェアハッピーしていただけたらと思うんですけど、ということで私の第3位ポッキー極細でございました。私の第3位は以上でした。メグさんのじゃあ第3位はどっちかどっちかちょっと選んで選んで。これよりちょっと細いぐらいの箱のがあったんですけど、まあこれしかなくて、ついついは買えないんですけど、なんかたまにすごく食べたくなって、うん、美味しいよね。あれなのかな、子供に人気だったとかなのかな、ちっちゃい子に、うん、結構バラエティパックにして、うん、なおかつその量も少ない。ああそうじゃね、そこまで考える。推薦してる相談箱みたいに、ね、るかな。まあ、という分析もいたしましたところで、こちらが私たちの第3位、両方ともポッキーからグリコのポッキーでした。でもさ、思ったったいポッキーってさ、ポキっていうけんポッキーやん。で多分これアメリカとかにもあった気がするっちゃ、なんか日本のお菓子コーナーみたいなとこね。けど向こうはポッキーって言ってもなんでポッキーなのかわからなくてちょっと悲しいと思う。何言ってんのこいつみたいな声してるの。なんか漫画とかでも思うと英語に翻訳されます。なんかガチャガチャ、グングンとかベチャとかニュアンスが日本語から分かりますみたいな。分かる。ちょっとなんか優越感を感じれる一品かなっていうところで、これが第3位まででした。じゃあ次第2位をご紹介していきたいと思います。第2位はツインクル。あ、トゥインクルと思えた。ツインクルって明治チョコレートツインクルが私の第2位でございます。これはね、5種類、いちご菓子とマーブルチョコとコンペイトをいちごとミルクのチョコハートラムネっていう5種類がね、カリッて割ったらこう中に存在するんですけど、でこのシールもね、ついてるし、この紙も可愛いし、チョコに空洞があるのがさっき好きって言ったんですよ。なんかそれも当てはまるし、すごい好きで結構あるとどこでも買いますっていう。これはね、本当に美味しいから、なんかまあ食べたことない人いるかな。食べたことなかった。これ生まれて初めて。これも初めて。そう、駄菓子コーナーみたいな。でもコンビニでもあるけど売れてるって言うんですか。子供も嬉しいと思うし、終わって初めて、あなたはマーブルチョコだったのねってなるのも楽しい。なんかよくわからんキャラクターもちょっと愛おしいっていうところで食べてみてください。ということでこちらが私の第2位でした。はい、第2位は冬の口溶けポッキー。これは冬にしか出てないので、なんか毎年買っちゃうんですけど、去年なんか激ハマり。去年持ったこいつ。よく言って。だいぶいハマって、うん、溶けるたび3個ぐらいストックを常に持ってました。なんかちょっと太めだよね、なんか1袋に6、7本ぐらい。この冬季限定ってあるやん。いつから発売されて、いついなくなってるのかわからない問題。あ、なんか気がついたところには、あ、おって、いつの間にかいないみたいな。いないんじゃない？あ、それがいいってこと。まあ、限定なので、今のうちにみんなに買ってほしいですね、これはね。はい、ということで、第2位までをのご紹介でした。最後の第1位をご紹介していきたいと思います。残ったのはもう一つずつしかないんですけど、これはおまけですね。なので、第1位は、アルフォート。これもなかなかに王道の株式会社ブルボンが開発いたしました。アルフォートミルクチョコレート&ダイジェスティブビスケット。そんなかっこいい名前ついてたこれ。ダイジェスティブビスケットが醸し出すこのハーモニーということで、アルフォートに関しては多分食べたことない人、まあ、これに関しては絶対にいないと思うんですけど、私はもう 100% 濃ゆい青い葉のアルフォートが好き で、さらにこういうのあるやん、こういう形のアルフォートはちっちゃいし、いつ止めていいかわからない感があるので、私は絶対に小包装になっている方が、こっちの方が多分サイズもちょっと大きいよ、うん、大きいし、会社でシェアするときとかも渡ししやすいので、私は絶対に小包装の方がいいと思います。でもアルフォートはマジで美味しいし、甘ったるいチョコ好きだけど、このなんか日本の上質なお菓子っていう日本の良さ、そうなんかアメリカでは表せないこの程よい甘さに、色気も素っ気もないビスケット、日本人の奥ゆかしさが
この、あのアルボートというちょっと外国風の名前がありながら、そういうところが私はこれ本当に大好きなの。アルボートは基本的に家に引き出したことはないですということで、これが圧倒的1位です。はい、ということでめぐさん第1位の発表をお願いします。じゃんじゃん、アルファベットチョコレート、イエーイ。これ巻いてんですよ。これは普通のチョコなんですけど、チョコだけが食べたいみたいな時あるでしょ。うん、うん、あります。チョコみたいな、うん、口に入れたらチョコみたいな。わかるよ。あとコーヒーとかね、あ、わかるわかる。ナッツとかも好きけど、チョコ、うん、わかる。それはなんか常に持っといて安心。うん、あのバッグリングに、あ、あれあったな、みたいな。仕事中ちょっとチョコ食べたい。チョコってチョコ。チョコ。ねね、ここで買ってた。なんか最近、明治チョコレートとかあるじゃないですか。もちろん美味しいんですよ。美味しいんですけど、最近気に入ったけど、なんかちょっと明治とかのあのチョコレートはちょっとミルク感が強いんですよ。あー、あー、あー、わかる。ビターまでは行きたくない。超絶やね、今日一。ミルクよりちょっとビターよりも、ビターまでは行ってない、もちろん。もちろん。大変。なんか、これがなんか一番いい気が、最近気づいた。かもね、ミルク。あれ、チョコ、ちょっと平べったいじゃないですか。ね、これも美味しいけど、なんか四角さも、ね、食べてるって感じ。あの薄いやつはあの溶けてるって感じだったね。これはチョコを摂取してるっていうさ、あの下に残る印象が違いますよね。うん、最近すごい思ってシンプルイズベスト。仕事入れよかった。カブコロテーションで言われたことないよね。ないね、シンプルですよね。ということで、こちらが1位です。はい、ということで、めぐさんの熱弁を愛おしさね、感じられる第1位でございました。ということでね、これが私たちのお気に入りのチョコたちでした。ちょっと試食会を行いながら、まあ、ちょっと最後バーってお話しして、みんなのバレンタイン楽しいものになったらいいなというふうに思います。あ、ちなみにこの M&M クッキーに入ってたり何に入ってたり、なんかどこでもかんでもそのアメリカの街並みで、なんかショップみたいなのもニューヨークにあった気がするんですよね、みたいな感じで、なんか久々見て懐かしい気持ちになったので買っただけで、別に好きだけどそんなランキングに入れるほど好きなわけではないんですけど、はい、ということでお楽しみタイム、こんだけね、なんでお菓子を今から開けてバッて食べてちょっとお話しして動画終わりたいと思うんですけど、はい、ということで開けまーす、イエーイ、せーの、これちょうだいということで、そしてこちらリンスウィンドウ、めっちゃ、あ、ちょっと上質なチョコの匂いがする。外国って感じ。なんか、これもリッコしたんじゃん、可愛いか知らんけど。ちょっと開けます、この楽しいウェハース、ね、あれですよ、タコがかばってる、キルア君のタコがかぶってる。タコやったっけ、誰やったっけ、イカルバやった、イカやった。これな、これレア、あ、レアじゃなかった、全然、うん、めっちゃノーマルやん。別にこの中に推しがいるわけではないんですけど、なんか見つけると買っちゃいますよね。あ、これ食べたい、あ、でも多いね。あ、いる、食べてる、ね、このトゥインクル、これまで可愛いと、このこれ一緒に食べた方がいい。いや、ラナは半分で割るのが好きですね。それはもうハートだった。この半分でなんか何かなっていうのを確認して、半分ね、ラメだよね、やっぱこの並び、私ね、うん、右手なのにね、なんで左手で食べてるでしょ。右手で携帯見ながら食べるけ、うん、甘ったるいの好きなの、うん、このあの、そのコーヒーのパンが好きじゃないのね。同じく、あのチョコビスケットが一番好き。あ、わかる、わかるよね。見て、このチーン。はい、と
ということで、まだ食べ足りないところなんですけれども、いかがでしたでしょうか。私たちのトップ5、皆さんのおすすめのお菓子だったり好きなお気に入りとかがあったら、よかったらコメント欄とかで教えていただけたら嬉しいです。バレンタインにちなんでみんなでチョコパーティーを開かれてみてはいかがでしょうか。ベベの茶家具と合わせてチョコを楽しむと、さらにシェアハピー楽しくできるかもしれないので、よかったらチェックしてみてくださいね。最後までご覧くださってありがとうございました。インスタグラム、ツイッター、オンライン層の URL は概要欄に貼っているので、ぜひそちらの方からチェックしてみてください。チャンネル登録、高評価もぜひぜひよろしくお願いします。それではまた来週水曜日夜7時の動画でお会いしましょう。ハッピーバレンタイン。ハッピーバレンタイン。